成長期だと借入金の月商倍率、成熟期に関してはちょっと違うと思ってまして、より大事なのが、こんにちは、船井オンラインです。今回は銀行から借りすぎているかチェックする指標について解説いたします。お教えいただくのは船井総研財務支援部の石田さんです。石田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。石田です。借り入れが多すぎるか確認する指標をネットで調べていると、いろいろなものが出てきますが、結局どれがおすすめなのでしょうか？私は企業のライフサイクルで考えるのがいいと思ってまして、具体的には成熟期と成長期、この2つが多分皆さん見てらっしゃる方々多いと思うので、その方々がそれぞれ見る指標でお伝えできるかなと思ってます。じゃあまず成長期の場合はどうか教えていただけますか？はい、成長期だと借入金の月商倍率で見ていただくのがいいと思います。借入金を、月の売上で売った金額ですね。例えば2億円の借入があって、月の売上が2億円っていうことだと、月商倍率は1ヶ月になりますね。なので成長期の会社であれば、借入金月商倍率を使う方が実態に即しやすいと、いろいろあるんですけど、債務償還年数とか借入依存度とかあるんですが、成長期の会社ってこう借入どうですか、大きくなりそうか、ちっちゃくなりそうかでいうと、どうですか。大きくしたいなというところですかね。そうですね、相対的にやっぱりこう割合が大きくなっちゃうんですよね。なので例えば借入依存度っていうのを取っちゃうと、成長期の会社で投資のために借金が相対的に多いと、例えば 80% ぐらい総資産の中で、負債が占める、有利子負債が占めるみたいな、それだと成長期は、そのお金で投資してる会社なんですよっていうのがですね、ちょっと実態が、見えづらくなってしまうので、通期の売上で割ってあげた方が、私たちはやりやすいと思っております。はい、ありがとうございます。借入金月商倍率は何ヶ月ぐらいが良いのでしょうか？そうですね、成長期の会社であれば6ヶ月って危険水域って言われてるんですけど、普通にそのぐらいまでだったら、私たちがご支援してるような会社さんですと全然許容してもいいと思いますし、大丈夫だと思っております。場合により、6ヶ月だと、年商2億の会社だったら、12億円ですかね。はい、12億円の借金がありますとかいうところは、ありますし、月商2億だけど来期に4億になりますということであれば、3ヶ月になるわけなので、今の月商に対して将来の月商で割った時に、どうなるのかっていうのが、借入金月商倍率の方が分かりやすいので、債務償還年数とか借入依存度ではなく、借入金の月商倍率がおすすめですね。はい、ありがとうございます。成長期の場合は6ヶ月ぐらい、高くても大丈夫ということですが、通常の成長期じゃない場合は何ヶ月ぐらいになるのでしょうか？そうですね、1ヶ月から2ヶ月とか3ヶ月ぐらいで、ちょっと多いかなぐらいだと思います。じゃあかなり本当にノリに乗ってる時は高めでも大丈夫なんですね。そうですね、はい。では成熟期の場合はいかがでしょうか？これはよく銀行さんが使うんですけど、債務償還年数が一番ポピュラーでいいと思っております。借入金、借金を何年以内で返せるかっていう指標なので、借入金をキャッシュフローで割った数字が、債務償還年数です。なので例えば5億円の借金があって、キャッシュフローが5000万であれば、債務償還年数は、10年になると思いますし、10年以内であれば、これは銀行さんがよく使う言葉なんですけど、通常にお金の返済できますよねっていう水準で認めてもらってるので、成熟期だと、債務償還年数は、分かりやすくて私はおすすめですね。キャッシュフローというのはどういった計算式か教えていただいても嬉しいですか？キャッシュフローはですね、いろいろな計算式あるんですけれども、分かりやすいのは税金を払った後ですね、法人税を払った後の当期純利益に減価償却の額を加えて、その金額を足したら、みなしキャッシュフローというか、キャッシュフローが、これだけ手元に残るはずですよねっていう金額が計算できるので、それで簡易的に計算するのがいいです。ありがとうございます。このような指標がたくさんあると思うんですけれども、それでも借りすぎてしまったり、失敗してしまうケースって何かありますでしょうか？さっきの成長期の会社ですと、2億円から4億円にこうスケールできない場面で、借り入れ過多の状態、と
本当だったら借入金月商倍率は6ヶ月って重すぎるんだけど、うん、4億円になるから、まあ、重すぎない水準だと思うんですが、そこまでちゃんと事業がスケールできなかった、例えば在庫が売れなかったとかですね、仕入れた在庫を売って月商4億円の会社にするつもりが売れなくて2億円のままだとすると、ちょっとそれは危険水域になっちゃうかなというところですね。では希望限度額で審査を通すためにはどうすればよいでしょうか。じゃあこれも企業のステージごとにお伝えしますね、はい、ありがとうございます。では、はい、まず成長期からお願いいたします。そうですね、成長期ですと実績も大事なんですけれども、やっぱりその計画の、まあ、妥当性とか、ちゃんとここまでいけますよねっていう数字の見込みが大事かなと思うので、成長期においては計画大事ですよと、計画の妥当性ですね、足元このぐらいの受注があるので今期の着地は先ほどの2億じゃなくて4億になりますっていうのが、まあ、金融機関の方々にお示しできるようであれば、十分お話はできるかなと。逆にそこが弱いと、じゃあ別に借りなくてもいいじゃないですかとか、融資することで銀行のリスクが増えるから今はちょっと待ってくださいとかいう結果になるので、ちゃんとこの計画の妥当性とか、まあ蓋然性って言ったりしますけど、伝えるのがいいと思いますね、はい、この計画立てる時ってどなたかに相談した方が良いのでしょうか。まあ、ポジショントークすればコンサルに相談してくださいになるんですけれども、お示しするのが金融機関の方が多いでしょうから、あのメインバンクにですね、相談して、作って、そこで壁打ち相手として、まあ、コンサルじゃなくて、まあ、メインバンクの担当の方にするとかですね、まあ、誰かに壁打ちはしてもらった方がいいと思います。社内で作ったものとステークホルダーが見る数字はあくまでも違うので、非上場企業であれば、まあ、メインバンクをうまく活用してそこに意見を求めるっていうのはいいと思います。ただ結構固めに抑えられちゃうので、そこは相手によっちゃうんですけれども、まあ、メインバンクに相談するっていうのはおすすめですね。銀行の方も巻き込んで計画を立てた方がいいんですね。そうです、そうです、はい、巻き込んで計画立てていただいた方が、出したお金で投資をして成長していくわけなので、はい、まあ、そこのパートナーですから、はい、まあ、メインバンクや支援してくれてる金融機関の方に、一緒に作るのがすごくおすすめではありますね。では成熟期についてはいかがでしょうか。成熟期に関してはちょっと違うと思ってまして、計画はもちろん大事なんですけれども、より大事なのが資金が必要になっている理由の方が大事だなと思ってます。なので計画よりも、まあ、過去、例えばこのぐらいお金が必要でしたっていう実績をお示しする方が、まあ、銀行の方にとっては腹落ちしやすい、まあ、例えば決算書って365日中の1日だけじゃないですか、はい、船井総研の決算って12月31日時点の借り入れの額とか現金の額が貸借対照表 BS に載ってくるわけだと思うんですけど、そこだけ切り取っても、まあ、正直しょうがなくて、少なくとも毎月毎月売上とかその資産の中身って全部変わってきますよね、うん、なのでおすすめはその12等分した資産表をですね、決算じゃなくて、まあ、資産表の形で損益計算書と貸借対照表を並べて、でそれを3カ年分ぐらいに、まあ、落とし込んで、このピークですごく必要なタイミングは2023年の6月だったので、2024年の6月もおそらくこのぐらいのお金が必要になりそうなので、金融機関の皆様、まあ、銀行の皆様にこのぐらい実績あるので、お金を貸していただけませんでしょうかっていうのが成熟期の会社ですとおすすめですね。確かに月別にしないと銀行側からしたら分からないところが多いですよね。そうですね、決算でブツって切ったものだけで判断してもらうっていうのは、相手が銀行の人側にとってもすごく大変なことなので、事業者っていうか経営者の方々から、うちはこういうトレンドで借り入れとか在庫とか、例えば売掛金がこう推移してるんですよっていうのを、まあ、3カ年分ぐらいこう36個まとめられるわけなので、まあ、それまとめてる会社は、まあ、希望額に通りやすいケースが成熟期の会社だと多いと思いますね。まあ、もちろん計画も大事なんですけど。わかりました。ありがとうございます。勝ち残る企業の財務改善戦略の無料ダウンロードレポートを配布しております。ご興味のある方は概要欄をご覧ください。
本日は石田さんに銀行から借りすぎているかチェックする指標について解説いただきました。石田さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。こちらのチャンネルでは船井流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。 Thank you.